開通したばかりの雪の回路に現れた一匹のクマ重要無尽に道路を走り回っています気温が暖かくなってきた今各地でクマの出没が相次いでいますゴールデンウィークのドライブ中突然目の前に現れた月のワグマ助手席にいた柴犬も異変に気づきますすると次の瞬間 クマが車に向かってきたのです。身を乗り出す柴犬、一気に臨戦態勢に。車に乗っていた人は、クマ自分が見たことないものって多分認識したと思うんですけども、あのマンダオ迷わ的なその尻尾ピーンとこう跳び上がって。クマが現れたのはゴールデンウィーク初日。運転していた男性は。 夫婦で秋田県にある人気の観光地、雪の回廊をドライブ中でした。隣に乗っていた柴犬は、メスの雪、8歳。雪が大好きなことからこの名前がつきました。そんな柴犬ともども、雪の回廊でドライブを楽しんでいる最中、 目の前に月のワグマが現れたのです。改めて映像を確認してみると、クマは雪の壁をよじ登ろうとしますが、あまりの高さに諦めます。突然の出来事に思わずスピードを落とす車。対向車線でも列を作っています。 その様子をじっと見ていた柴犬でしたが、一瞬飼い主の方を振り返りました。対向車線のシルバーの車が恐る恐る徐行で前に進むと、クマは車の前に飛び出すように走り出し、一瞬こちらの方に方向を変え、すぐに走り去りました。 すると突然、柴犬が、熊の方に向かって、身を乗り出したのです。そして、その姿勢のまま。走って逃げていく月のワグマを、じっと見つめていました。運転手の男性は、熊が現れる直前。こんな異変を感じていました。走ってると、急にドスンとこう、なんか落ちてきたように見えたんです、黒いのが。 で、それで、ね、動いてんぞってなってクマじゃんってなってクマの方を警戒するように眺めていたという愛犬その様子は飼い主がこれまで一度も見たことがない迫力があったと言います近所散歩をしている時は犬とか、ね、猫にギャンギャンわめこなんすけどクマを初めて見るような感じで急激に耳と尻尾がベーンとこう立った感じですね痛くするような 格好になってましたね。初めて見る挙動でしたね。ゴールデンウィークのドライブ中、突然恐怖が襲いました。目の前に月のワグマが現れたのです。目撃した男性によると、この時きクマは慌てているように見えたといいます。クマもパニックを起こしている感じで、もう行ったり来たり行ったり来たり。 結局登れなくなっちゃってんで回路が高くて熊が現れたのは秋田県の観光名所除雪の後にできる雪の回廊。全長27キロと日本一の長さを誇り最も高い雪の壁は8メートルにもなりますその日はゴールデンウィーク初日多くの車でにぎわっていました 男性によると、熊は道路に現れる直前、雪の壁から転落してきたといいます。高さはおよそ4メートル。動画をもう一度見てみると、壁をよじ登ろうとするなど、熊は雪の壁に閉じ込められてしまったように見えます。さすがに、みんな、さすがみんない。 クマは雪の壁の低くなっていたところからジャンプして逃げていったといいます一方、冬眠明けとみられるクマの目撃は他の場所でも北海道オコ町の森で今月撮影された映像ゆっくり木に近づき匂いを嗅ぐヒグマの姿突然、画面の奥の方へ 猛然と走り去っていきましたカメラに記録されたのは冬眠から目覚めたばかりのヒグマ春を迎えて気温が暖かくなった今活動を活発化させているといいます専門家はゴールデンウィーク中もクマに警戒するよう指摘冬眠明けで餌を求めて活発に活動するため 注意が必要だと言います。ゴールデンウィークですね。あの熊と遭遇する可能性は高いと思います。月曜熊だと過去にはバスターミナルに人がいっぱいいるところに熊が入ってきてしまってパニックになって人を襲ったという例がありますね。